はい、それでは東京大学の法科大学院の2021年度向けのガイダンスですね。で、早速内容を見ていきたいと思うんですけれども、まずは入学試験の概要です。で、試験時期ですけれども、11月の14日土曜日に決まっております。まあ、予備試験をね、受けられる方との関係ではですね、予備試験の論文式試験のですね、まあ、わずか3週間後というふうな、ところに位置しておりましてですね、ちょっと、まあ、大変だな、試験続きで大変だなというふうなところではあるんですけれども、まあね、そんな特別な対策が必要というふうなわけでもね、まあ、ないでしょうから、まあ、大丈夫なのかなというふうには思います。まあね、正直ね、この日程もですね、新型コロナウイルス感染症との関係でですね、どうなるかわからないというようなところはもしかしたらあるかもしれないんですけれども、一応ね、11月14日というふうなことで公表されております。そして募集人員ですけれども、まあ、例年と変わらず165名ですね、まあ、これは寄修者の人数になってきますけれども、165名というふうなことです。で、そして試験の形式なんですけれども、まあ、東大に関してはですね、1段階目の選抜として、書面審査があるんですけれども、その書面審査通過すればですね、その寄修者との関係ではですね、論述式試験が待っていますというふうなことです。で、非常にですね、試験の形式が独特ではあるんですけれども、まあ、問題数としては3問なんですね。で、広報系、民事系、刑事系のこの3系統からですね、各1題ずつ出題されてくるというふうな、そういった出題方法になっています。まあ、憲法、それから行政法、民法だとか、商法だとかというような形でね、1科目ずつね、区切られるというふうな他のロースクールの入試とは違ってですね、もうね、系統ごとにね、まとめられて、試験が実施されるというふうな、ことです。で、さらにですね、答案用紙なんかもですね、なかなか独特でして、まあ、例年であればですね、1行あたり30文字の ×40 行というふうなものがあってですね、それが2ページというふうなことなんですけれどもですね、その1行あたり30文字のマス目があったりするのがね、この東大のロースクールのね、答案用紙の特徴になってきます。まあ、マス目といってもですね、その完全にね、四角で囲まれていてですね、一文字一文字書いていかなきゃいけないというふうなものでも必ずしもないんですけれども、ただですね、その行がね、あるじゃないですか。まあ、ちょっとイメージね、守っていただこうというふうに思うんですけれども、まあ、それぞれの行があって、それでマス目っていうのはですね、まあ、下の方だったかな、ちょんちょんちょんみたいなものがですね、あってですね、まあ、これを、マス目なんていうふうにね、読んで、皆さんね、読んでいるわけなんですけれども、こういった形でですね、まあ、それぞれの行にですね、こういったね、まあ、ちょんちょんがあって、ここにですね、まあ、一文字一文字書いていくというふうな、そういった形式の答案用紙になっているというふうなところです。ですからね、字をちっちゃくしてですね、たくさん書いていくとかっていうふうなこともですね、基本的にはできないというふうに考えていただいた方がよろしいかなというふうなところではあります。まあ、その分ですね、書くべきね、分量というふうなものもね、なるべくコンパクトにしていかなければいけないというふうな、そういった工夫はね、必要になってくるのがこの東大のロースクールですよというふうなところです。そしてですね、例年ポケット6本がですね、まあ、配布されますよというふうなことなのでね、東大のロースクール受けられる方に関してはですね、ポケット6本でね、慣れておいていただけるとよろしいのかなというふうには思います。まあ、例えばね、その軽食法とかなんかはですね、6本の種類によってですね、乗っかってる位置などが違ったりしてきますからね、まあ、そういったところとの関係でですね、しっかりとポケット6本にね、慣れておいた方がよろしいかとは思います。そして、試験科目。まあ、先ほどとね、重複してしまいますけれども、広報系科目。まあ、広報系科目の中ではね、憲法、行政法が出題されうるよ、というふうなところですね。で、それから民事系科目。まあ、これはね、当然、民法、商法、民事訴訟法。それから刑事系科目。まあ、当然、刑法、刑事訴訟法ですね。まあ、これらのね、広報系、民事系、そして、刑事系のね、3系統から、各1題、合計ね、3問出題されてきます、というふうな、ところです。そして試験時間なんですけれどもね、各系統ね、それぞれ70分というふうなことになってきます。ですからね、広報系というふうな科目の中で、まあ、その憲法、行政法をね、一緒くたにして聞かれてくるわけなんですけれども、まあ、合計70分の中でですね、それぞれね、解いていかなければいけませんというふうなところになってきます。で、そしてね、3点目、まあ、現在もしかしたら違うかもしれないんですけれどもね、私が受験した時にはですね、これ問題冊子が配布されるまではですね、どの次元がね、どの系統の試験なのかがね、明らかにされてこなかったんですね。
まあ、そのね、ですからね、問題用紙配られて、問題用紙開くまではですね、広報系なのか民事系なのか刑事系なのかっていうようなところなんかもね、実は分からなかったというふうなところでして、まあ、私なんかはですね、まあ、民事系ね、休み時間のうちにですね、しっかりとね、手形も含めてね、勉強しようっていうふうに思ってですね、民事系の、ね、荷物をね、まあ、たくさんね、引っ提げてね、試験会場に行ったんですけれども、1時間目、ですね、1つ目の試験がいきなり民事系でして、そのね、民事系の、ね、荷物そんな持ってくるんじゃなかったなとかっていうふうな、まあ、そういったね、思いをした記憶はね、ございます。なのでね、まあ、基本的にはね、そのね、どのね、その一発目のね、試験がどの系統なのかっていうところがね、わからないよっていうような気持ちでね、いた方がいいのかなというふうな、ところではございます。そして、科目別のね、傾向と対策というふうなところでね、候補系、民事系、刑事系についてそれぞれね、見ていきたいと思いますけれども、まず候補系です。近年ですね、多数の証文からね、なる出題なんかがね、続いているんですね。例えば、そのね、候補系、一問の中に証文がね、4つぐらいあってですね、まあ、それぞれね、憲法か行政法のいずれかというふうな形でね、出題されてくると。こういうふうな形でね、まあ、どの設問がね、憲法なのか行政法なのかっていうふうなところはしっかりとね、自分で見極めなければいけないというふうなところがね、ございますけれども、そういった形でね、多数の証文から出題されていると。こういうふうな、そういった出題形式が続いています。ただね、過去を遡ってみるとですね、憲法が1問、行政法1問というふうな、そんな年なんかもね、あったりしますのでね、出題形式は正直年度によって異なるなというふうなところではございます。まあ、特にね、この多数のね、証文形式になってくるとですね、まあ、いろいろ書かなければいけないというふうなことがあるのでね、時間的にもね、分量的にもタイトに、なってくるというふうなところがね、ありますのでね、ですからね、まあ、コンパクトにね、まあ、まとめていく練習というようなところはね、候補系でも必要になってくるかなというふうなところではございます。でそして、後継の中のまず憲法を、ね、見ていきますけれどもね、まあ、人権分野は当然出てきます、ねこの人権分野なんですけれどもね、表現の自由だとかそういったメジャーな分野から、ね、出てくるだけではなくって、例えば2020年度の、ね、入試に関してはですね、まあ、憲法35条というふうなところから、ね、出題されたりとか、されたりとかっていうふうなところなんかも、ね、あったりするのでね、まあ、正直受験生が手薄な分野からもですね、出題される可能性というのはね、大いにあったりしますからね、ですからね、この人権分野に関してはね、例えばその大法廷のね、最高裁の大法廷の判決決定に関してはね、これ全部ね、やっぱ見ておいた方がいいと思います。そのね、手薄な分野であったとしてもね、大法廷、まあ、ないしはね、最高裁判例あるんだったらね、そこをね、しっかりと、ね、なるべくね、見ておいた方がよろしいのかなというふうにはね、思いますかね。そしてね、人権分野だけではなくって、統治分野からね、出題される年度なんかもあったりします。結構ね、最近の傾向を見てみるとですね、地方自治のあたりからですね、出てくるというふうなこともね、多いのかなというふうな気はしているんですけれども、正直ね、作文者がですね、作文者の先生が毎年ね、違いますのでね、まあ、その、今年のね、2021年度向けのですね、入試というふうなもののね、作文される先生がね、一体どなたなのかというふうなところにもね、寄ってくるとは思うんですけれどもね、まあ、統治分野からもね、出題されると。こういうふうな、そこはね、警戒はしておいた方がよろしいかと思います。まあ、近年ね、統治分野からね、出題も目立ちますのでね、統治分野の主要部分についてはね、しっかりと、ね、学習しておいていただきたいなというふうなところではあります。あとはですね、まあ、多数の証文から、ね、なっているというようなところもありますのでね、複数の人権との関係でね、生じる問題点のね、検討なんかをね、求める問題なんかもね、あったりしますのでね、やはり憲法全体にわたるね、横断的な理解が必要になってくるよというふうな、そういった試験になっているところです。まあ、山張りなんかはしないでくださいね、というふうなところですね。そして、行政法ですけれどもね、まあ、主にね、行政事件訴訟法からのね、出題が、やはり多め、ではあるんですけれども、例えば、裁量統制手法に関するね、出題なんかのようにですね、行政法総論分野に関するね、出題なんかもですね、まあ、見受けられるかなというふうなところです。で、さらに言ってしまえばですね、行政代執行法とのね、関係が問題となってくるような、問題であったりだとかね、さらにはね、地方自治法のね、規定なんかをね、踏まえて説明がね、まあ、なされなきゃいけないような、そんな出題なんかもね、あったりしてですね、出題範囲正直広いです。ただね、まあ、地方自治法やれっていうふうな話ではないんですけれどもね、それでもね、まあ、行政法というふうに呼ばれる分野のね、まあ、主要なその受験生がね、押さえておくだろうね、その主要な法令に関してはですね、一通りね、眺めておいていただいた方がよろしいかなというふうなところではございます。
まあ、そのね、まあ、メインとしてはね、やはり行政事件訴訟法からのね、取材ではあるので、ね、そこにはね、力を入れてほしいんですけれどもね、その事件訴訟法との関係に限ってみてもですね、広告訴訟、取り消し訴訟のようなね、広告訴訟だけではなくって、当事者訴訟からのね、出題なんかもね、されていますのでね、やはりね、まんべんなくね、学習していただきたいなというふうなところでね、やはりね、手抜いたら落ちるのが東大で、なんですよね。まあ、東大だけじゃないですけれどもね、東大は、やはりね、その山張りなんかをしたところでね、受かるような場所では、ないかなというふうには、思いますのでね、全体ね、まんべんなく学習していただきたいというふうなところが、ございます。そしてね、まあ、憲法、行政法、いずれについてもですね、反論を想定させると、まあ、その被告からの反論、国からの反論というふうな形でね、反論を想定させるようなね、形式での出題、それがね、されるというふうなこともね、ありますのでね、普段からね、いろんな角度からですね、多角的な視点を持って学習していくと、そのね、例えば判例をね、まとめてみるというふうな時なんかにもですね、そのね、原告の主張、被告の反論、そして裁判所の立場というふうな形でね、三者の立場でね、まとめていくなんていうようなことをしてみてもよろしいかと思いますし、あるいはね、過去のその予備試験ですね、まさかと思って見てみれば、ほとんどがね、その三者の立場からね、論述を求めて、求められているというふうな、そういった出題形式になっておりますのでね、予備試験の過去問をね、ちょっとね、利用してみて、あるいはね、慶応とかの問題なんかもそうかもしれないですけれどもね、複数の立場から論述をしていくというふうな、そういった形式というふうなものにもですね、ある程度慣れておいた方がよろしいかなというふうには、思います。そしてですね、まあ、東大の広報系なんですけれども、判例をね、踏まえて、論じてね、というふうな、そんな問題がですね、結構多かったりするところです。でしかもですね、近似の裁判例からですね、出題がされるという、しかもね、下級審のレベルのですね、まあ、裁判例からね、出されるなんていうようなこともね、まあ、あったりしますのでね。まあ、例えばね、過去数年分のね、重犯をね、読んでみて、ちょっと怪しいなというふうな裁判例ですね、を当たってみるというふうなことなんかはね、しっかりとしてみていただきたいですし、あとはですね、ちょっとマイナーだなというふうに思う分野であったとしてもですね、最高裁判例があるところ、特にね、大法廷があるところ、大法廷判決決定があるようなところに関しては、しっかりとですね、マイナー分野であったとしてもですね、押さえておいていただきたいなというふうなところでですね、穴を作らないというふうな、そういった学習をしていただきたいというふうなところ、これがね、まず広報系になるところです。で続いて民事系に行きましょう。で民事系ね、当然民法、商法、民事訴訟法のね、3つから出題されてはくるんですけれども、民法はね、毎年何らかの形では出題されています。今のところはね、毎年何らかの形では出題されているのに対してですね、商法だとか民事訴訟法についてはね、年度によってはね、出題がないというような、そんな年なんかもね、あったりするところです。でまずはね、その民法ね、まあ、改正民法をね、まあ、しっかりと勉強しなきゃいけないんですけれどもね、そこを含む、まあ、民法ね、これはね、もう全体まんべんなく勉強していただくというふうなことがね、必要になってきます。しかもね、この民法ですね、様々な分野からね、出題がされておりますのでね、もうさっきからね、何度も同じことを言うんですけれども、全体についてね、まんべんなくね、学習しておきましょうと、親族相続まで含めて、しっかりとね、勉強しておいてね、というふうな、ところですね。ただしね、その細かい内容が問われるというふうなわけではありませんからね、まあ民法の基本的な知識、それからですね、まあ条文の文言から考えていくだとかね、原則論をしっかりと踏まえていくだとか、条文の趣旨から考えるだとか、あるいはね、請求から考えていくというふうな、そういったお話あるじゃないですか。基本的な思考方法もしっかりと身につけていればですね、いずれも十分にね、対応することができるような、そんな問題になっていますからね、特段怖がるというふうな必要はね、ないかなというふうなところではございます。令和2年の、ね、4月1日から、ね、改正民法を施行されておりますのでね、特に、ね、その改正民法に関する事項というようなところはね、重点的に押さえておいていただいた方が、よろしいんじゃないかなというふうには、思います。そして、商法なんですけれどもね、まあ当然ね、主に、会社法から出題されてきてはいるんですけれども、年によってはですね、手形法からの、ね、出題があったりした年なんかもありました。なのでね、会社法だけをね、勉強するというふうな、学習はね、正直やめた方がいいのかなというふうには思います。まあ、なるべくね、手形法だとか、商法相続商行為を含めてね、まんべんなくね、全体を学習していただきたいなというふうな、ところがあります。特にね、今年はね、手形法出る可能性があるんじゃないかなというふうには思ってるんですよね。で、過去にね、その東大のロースクールで手形法がね、出題された年というふうなものはね、確か平成24年だったと思うんですけれども、その年ってね、予備試験のね、商法の論文試験でも手形法が出題されているんですね。で、予備試験のね、商法って平成24年、それから平成28年と手形法がね、4年おきにね、出題されておりますのでね、今度、その4年後、28年の4年後である令和2年、多分ね、手形法出てくるんじゃないかな
じゃないかななんていうふうに思っているところでもございますのでね、まあ、仮にね、その予備試験の論文の商法で、手形法がね、出題されているというふうなことであればですね、まあ、わずかその3週間後かもしれないけれども、ね、東大のオールオスクールとの関係でもね、手形法をね、ちょっと勉強しておいた方がいいんじゃないかなというふうには思ったりするところなのでね、まあ、ちょっとね、予備試験のね、論文の、ね、商法をね、ちらっとね、問題見てみて、ね、手形出てるなと思ったらですね、ちょっとね、そこからでもいいのでね、手形法付け焼きまでもいいので、ある程度基本的なところっていうふうなところはですね、しっかりと勉強していただいた方がよろしいんじゃないかなというふうには、思います。ただね、まあ、この処方ね、細かい事項はね、問われてきませんからね、やはりね、基本的な事項をね、中心にですね、まあ、受験生が抑えるようなその典型的な部分を抑えておいていただければそれで十分ですからね、処方のね、学習ね、まあ、会社法だけに傾倒するんじゃなくって、場合によってはね、手形法とかもね、やっていただきたいなというふうなところです。そして民訴ですけれどもね、まあ年によってはね、出題されないよというふうな年もあったりするんですけれどもね、まあ出る年に関してはね、複雑訴訟を含む民訴法全体からね、出題がされています。けれどもね、やはりね、民訴に関してもね、基本分野からのね、出題なのでね、特段ね、何か特殊な対策がね、必要だというふうなわけでもありません。主要な分野をですね、中心にですね、しっかりと典型的な部分についてですね、しっかりと押さえておいていただければね、それで十分かと思います。で、これがね、まあね、民法処方、民訴についてのね、各科目についてのね、まあ、基本的なスタンスというふうなことになってくるわけなんですけれども、この民事系ですね、パッとね、問題文開いてみるとですね、その契約条項の解釈なんかがね、絡むような出題だとかですね、あるいはね、一般の受験生ね、知らないよなんていうふうな判例をね、元に出題されるなんていうような、そんなことなんかもね、実はあったりするんですよ。ただね、まあ、一応ね、現場思考をさせるというふうな、そういった問題ではあるんでしょうけれどもね、何かね、特殊なね、技術が必要だとかいうふうな、そういったことではなくて、まあ、全体にね、渡る基本的な、ね、法理論、それを、ね、確実に押さえていくんだと。でその上でね、その原則論を踏まえつつですね、条文のね、文言だとか条文の趣旨、そこにね、遡って考えていく力、そこをですね、まあね、意識していただければですね、しっかりとですね、対応することができますので、まあ、普段の勉強としてもですね、まあ、暗記、まあ、暗記はね、まあ、正直しなければいけないんですけれども、暗記だけにね、頼るんじゃなくって、その覚えた事項にね、遡って考えていく条文の趣旨だとかね、文言というようなところをね、手掛かりに考えていくというふうな、そういったスタンスをですね、しっかりと普段からね、意識していく、身につけていくというふうな、そういった学習をしていただければと思います。そして、刑事系ですね。まあ、刑事系に関してはですね、基本的にはですね、出題傾向というようなものを一貫しておりまして、設問の1がね、刑法、設問2がね、刑訴法です。2台のね、出題からなっていますよ、というふうなところですね。で、刑法に関してはですね、基本的な事例問題からのね、出題だというふうなことがね、まあ多いです。けれどもね、まあ年によっては、最高裁判例のね、射程を問うような問題なんかもですね、ちらっと出題されてはいたりするところです。まあ、なのでね、まあ、年によってはね、発展的な出題なんかもあったりはするんですけれどもね、ただ基本的なスタンスとしてはですね、それぞれの罪のね、構成要件というふうなものをですね、一つ一つ丁寧に検討していけばですね、合格水準ね、十分に超えることができます。まあ、ただね、一つ一つを丁寧に検討しすぎてもですね、今度ね、まあ、スペースが足りなくなってしまうというのは、そういった問題が生じてきてしまいますので、まあね、まあ、メリハリをつけるというふうなこともね、とても大事にはなってくるんですけれども、基本的なスタンスとしてはやはりね、構成要件ね、一個一個ね、丁寧に検討していきましょうというふうなことには、ね、なってきますよね。でそして、刑訴法ですけれどもね、基本的には、ね、捜査からの、ね、出題が比較的多めかなというふうなところではあるんですけれどもね、まあ、伝聞だとか、ね、自白拘束だとかね、証拠法からの、ね、出題なんかもね、まあ、ちらほらと見受けられるところなのでね、やはり全体ね、まあ、勉強しておきましょうというふうなところです。でかつですね、この刑訴法を、ね、当てはめの要素まで、ね、しっかりと問題文に、ね、記載されてますのでね、そういったね、事前準備でね、まあ、なんとかなるね、その、ね、基本的な法理論、それを、ね、身につけた上でですね、しっかりと、ね、問題文中からですね、その法的に意味のある、ね、事実を、ね、適切に、まあ、抽出した上でね、その事実、具体的な事実に対してその、ね、法的にどういう意味を、ね、持つのかというふうな、その法的な評価を加えながら当てはめていくというふうなところが、ね、できると、他の受験生に、ね、差をつけていくことができるかなというふうなところですね。なのでね、まあ、そういったところもですね、その当てはめの部分なんかについてもですね、特に捜査に関しては当てはめの部分についてもですね、しっかりと、ね、最高裁っていうふうなものはね、どういったところにね、どういった事実に着目して、どういった評価を加えているのかなというふうな、ところなんかを意識しながらですね、その当てはめの技術をね、高めていくというふうな、そういった学習というふうなものをね、しておいていただけるとよろしいのかなというふうには思います。まあ、それはね、実は刑法も同じなんですけれどもね。
で、刑事系に関してはですね、正直ね、基本的なお話をですね、正面から問うてくるような、そういった問題が多いのでね、基本判例を踏まえた基本的な法理論、それをもとにですね、具体的事実に即してね、しっかりと説明していくというふうな、そういった力を身につけていただければですね、十分すぎるほどのね、合格点にはなっていきますからね、そういったスタンスでね、学習をしておいていただきたいと、こういうふうなところです。ただね、特に刑法なんかがそうなんですけれどもね、論じる事項が結構多かったりするんですよ。なのでね、そのスペースが足りなくなってくると、こういうふうなことがね、ありますので、そのね、抽象論、受験生の皆さんが論証というふうに呼ぶ部分ですよね。で、その抽象論の部分についてはね、なるべくね、これはね、コンパクトにね、まとめていけるように、事前にね、準備しておいていただきたいなというふうな、ところですね。それぞれのね、抽象論、論証と呼ばれる部分ですけれどもね、その理由一つに規範というふうな形でね、理由一つと規範というような形でね、本当にコンパクトにね、押さえておいて、いただいて構いません。理由をね、長々とですね、いくつもね、書いたところでですね、ほとんど点数にはなってきませんからね、正直ね。ですからね、しっかりとね、抽象論をコンパクトに留めて、当てはめにね、力をね、割くというふうな、そういった意識を持っておいていただきたいなというふうな、ところです。で、そのね、スペース不足に対する対策というふうなところでもそうなんですけれどもね、その他のところです。で、そのね、科目ごとの試験じゃなくって、系統ごとの試験なのでね、条文をね、示す際にはですね、例えばね、民法第何条とかね、会社法第何条とかっていうような形でね、法令名をですね、記載していくというふうなことがね、必要になってくるわけなんですけれどもね、ただね、そのマス目がね、あるせいでですね、そのスペース不足にね、なりがちなのでね、いちいちね、そのね、民法何条とかね、会社法何条とか、民事訴訟法何条とかね、行政事件訴訟法何条とかっていうような形で、書いていたところでですね、そのスペースがね、なくなっちゃうんですよね。ですからね、例えばね、その、1、設問1みたいな形で見出しを振って、あとね、その見出しのね、後ろ側がね、余るじゃないですか。1、設問1って言って、ここがね、そのスペース余っちゃうわけですよね。このスペース死んじゃうんで、この部分にですね、以下この設問ではね、条文番号はですね、なんちゃら法をね、意味しますよ、みたいな形でですね、そのね、この、見出し以下のね、その設問の中においてはですね、条文番号だけの、ね、条文数というふうなものはね、なんちゃら法を意味しますよ、みたいな、そういった書き出しにね、していただけるとね、よろしいのかなというふうに思います。そうするとね、いちいちね、法令名をですね、記載しなくても良くなってきますのでね、時間とスペースの節約にはなってきますかね。そういった形でね、対応していただければね、よろしいかと思います。あとはですね、むやみにね、見出しだとかね、開業したりとかっていうようなことにして、してしまうとですね、なかなかね、スペースが足りなくなってきてしまいますからね、見出しというのはね、本当、設問レベルで、構いません。1、設問1について、みたいな形でね、正直ね、見出しレベルで、そのね、設問のね、最初のところだけでね、見出しを振っていただいて、例えばね、その刑法において、それぞれの構成要件ごとにね、見出しを振っていくみたいなことなんかはね、しない方がいいと思います。こうの在籍、オツの在籍聞かれた時にはね、見出し振るしかないかなというふうには思いますけれども、ね、そのね、そういったね、振らなければいけないというのは、一言にね、振らなきゃいけないというようなこともですね、例えば共謀共同正犯事案だったらね、あるかもしれないですけれどもね、なるべくね、その見出しは振らないというふうなスタンスの方が、よろしいかと思います。開業もね、結構皆さんしたがるんですけれども、開業はね、あまりね、しない方がね、東大のロースクール入試との関係ではしない方が、よろしいかなというふうには思います。で、一番最後にね、直書きでね、とんでもないこと書いてるんですけれども、スペース不足にね、陥った場合にはね、最悪、このね、マス目ね、無視してしまうというようなこともね、正直ありだとは思いますよ。私自身も、あんまり大きい声じゃ言っちゃいけないかもしれないですけれどもね、マス目、無視しても受かりましたからね。ですからね、本当最後の手段としてですね、マス目を無視してしまうというようなものはね、本当申し訳ないというふうな気持ちになりながら、マス目を無視するっていうようなものはありだと思いますけれども、いきなりね、その表面のね、冒頭からですね、そのね、マス目を無視してしまう。というようなことはですね、心象は本当に悪いと思いますからね、少なくとも表面は、マス目を無視するというようなことはせずにですね、30行かける30文字かける40行というような形で、しっかりとね、守っていただいた方がよろしいかと思います。のでね、最悪ね、本当ね、最後の最後の手段として、マス目の無視というふうなものだったりね、私なんかはね、吹き出しをね、書いてみたりとかっていうふうなことをね、しちゃいましたけれども、それでもね、それは最後の手段にして、いただきたいなというふうな、ところです。
で、まあ、東京大学の、ね、ロースクールっていうふうに聞くとですね、なかなかレベル高いように思うかもしれないんですけれども、まあ、実際高いとは思うんですけれどもね、しかしですね、そんな、ね、何か特殊な、ね、能力がなければ受からないというふうな、そういった場所でもございませんのでね、本当基礎基本がしっかりとしていれば、絶対受かっていくところではありますからね、まあ、もちろんね、書面審査で落とされてしまうということはね、もしかしたらあるかもしれないんですけれども、書面審査、さえ通過してしまえばですね、あとはもう法律の試験、に、ね、なってきますからね、基礎基本を徹底してですね、本当にね、まあ、苦手分野を作らないというふうな形でね、対策をしていただくと、あとはね、そのスペース不足に対するね、対策というふうなことでね、なるべく、ね、論証部分というふうなものはコンパクトに抑えておくと、こういうふうなところに意識していただければですね、なんだかね、合格するというようなこともね、あると思いますからね、しっかりと対策をしていただきたいと思います。